パフォスはキプロス共和国南西海岸の都市で人口は約8万8000人。かつては旧パフォスとシンパフォスの2つの地区をまとめてパフォスと呼んでいたが現在は人が居住しているシンパフォス地区のみを指してパフォスと呼んでいる。パフォスとレメソスの間にはキプロス共和国で2番目の規模のパフォス国際空港がある。ペトラプロミューの旧パフォスは 愛と美を司るギリシア神話の女神、アプロディテイタ誕の伝説の地で、古代において信仰上の重要な地であった。古代ギリシア、ローマ時代には、キプロスの主婦であり、シンパフォスにある、ローマ帝国族修行聖館の住居跡には、モザイクタイルの床が今でも残っており、現在では観光地として有名である、聖パウロが一世紀に訪れたことでも知られる、シンパフォスと、 旧パフォスを合わせてユネスコ世界遺産に登録されている。ギリシャ神話ではピュグマリオーンとガラテアノコパポスにちなんで命名されたとされる。ギリシア神話では美と愛アイの女神アプロディーテイは海の泡から生まれキプロス島に降り立ったとされる。以来、女神はキプロスを旬語し、キプロスはアプロディーテイを崇拝する人々の聖地となったパフォス近郊の海岸には アプロディテ誕生の地とされるペトラとロミウがありアプロディテ神殿はこの海岸に近い丘の上に建てられた。詳細は、パポス、ピュグマリオオーン、及びガラテアオ参照キプロスのピュグマリオ,オーンは、アプロディテの助けによって妻、ガラテアオエタ。二人の間に生まれた子が、パポスである。このパポスと血縁もしくは隕石関係があった。キニラースがパポスの名にちなんで同名の都市を、 建設したと伝えられている。パポス及び、キニュラースについては、諸説あり、オイディウスによればキニュラースは、パポスの息子、アポロドーロスによれば、ピュグマリオンとガラテアの間の娘メタルメイの夫とされている。この他、パポスを、キプロスの妊婦とし、アポロオンとの愛の子を、キニュラースとする説もある。他方、ストラボンは、パポスを、アマゾニスが建設したとしている。 トロイア戦争に加わったアルカディア人の狩猟アガペノールによるものとする説もある。首都行伝13章6節から13節に、パウロとバルナバが当時ローマ帝国の地方総督府が置かれていたパフォスを訪れ、布教をした記述がある。キプロスにおける伝承によると、この際、パウロは現在のアギアキリアキクリソポリティッサ教会のある場所で柱に縛り付けられ、鞭打たれたとされる。 この教会には、現在も、聖パウロの柱と呼ばれるものがある。コリントンの信徒への手紙に11章24節から25節において、パウロは不況の際に自らが、ユダヤ人やローマ人たちから鞭打たれた経験について、記しているが、キプロスでの鞭打ちが史実かどうかは、はっきりしていない。中世ビザンティン世界に成立した、民衆女師、士、ィゲニス・アクリタスの主人公ディゲニスは、 キプロスに現れたサラ先人ンンを追いやるため、その怪力をもってトロードス山の大岩を投げつけた。キプロスの言い伝えによれば、その岩がペトラ・トロミューの岩であるという。パフォスはキプロス西部にあるパフォス地区の中心都市である。2005年の統計によれば、パフォスの人口は52,800人となっている。パフォス市街は、 およそ二つの区域に分かれ、丘の上に位置する居住区域、クティマと海岸沿いの繁華なリゾート区域カトパフォスから構成される。パフォス港はもっぱら、リマソウルとの国内航路に用いられ、また釣りなどのレジャーを楽しむための小規模な港である。パフォスには新石器時代から人類による居住跡があることが考古学的調査によって報告されている。 全12世紀にミケーネ人が神殿を建設し、北条神、とりわけアプロディテス杯の中心として、キプロス島外からも多くの巡礼者を集めた。紀元前3世紀、都市国家パフォス最後の王ニコクレスが戦闘を行う、およそ十数キロメートル離れた場所に神都と港を建設され、以降、現在のパフォスにあたる、この都市がネアパフォス、それまでのパフォスは、 アレオパフォスと呼ばれるようになった。ヘレニズム期にはこの地に影響力を持った、プトレマイオス朝が、パフォスをサラミスに代わるキプロスの首都として定め、これは、ローマ時代まで続いた。しかし東ローマ帝国の時代に、ニコシアに首都が移ると、パフォスの政治的影響力は低下した。この傾向はその後のオスマン帝国の地政下にさらに、進み、港湾都市としてもラルナカにその地位を奪われる。 イギリス領となった時期には、リマソウルなどへの人口流出も起きた。ところが1974年、キプロスがトルコの軍事介入を受け、南北が分断される。これによって、キプロス東北部のキレニアやファマグスタといった観光都市が北キプロスの支配下に置かれる。観光業に力を入れていたキプロス政府はこれを受けて、開発の遅れていたパフォス及びその周辺市町村からなる。 パフォス地区をこれらに代わる新たなリゾートとすべく大規模なインフラ整備に着手した。灌溉用ダムをはじめ排水設備や道路、国際空港などの建設が行われた。これに伴ってホテルやマンション、別荘も増加した。1980年にはパフォスとその周辺地域がユネスコの世界遺産に登録された。ユネスコの世界遺産としてのパフォスは 現在のパフォス市及びその近郊に位置する、新旧両方のパフォスの古代遺跡群を指す。これらが一括して、文化遺産、パフォスとして登録された。考古学公園内の詳細については、パフォス考古学公園を参照パフォスの海岸沿い、カトパフォス地区にある遺跡群、106.4ヘクタールが対象地域となっている。ディオニュソスの家、テセウスの家、オルフェウスの家、 アイオンの家と名付けられた建物があり、これらは貴族の邸宅であったと考えられている。ヘレニズム期からビザンティン期にかけてのギリシア神話を題材としたモザイクがあることで知られている。ディオニュソスの家、編集2世紀末に建てられた中庭を中心に部屋が並ぶ2000平方メートルのグレコローマン期の邸宅である。神話の場面やブドウの収穫、狩りなどを描いたモザイクで飾られている。 入り口にはスキュラを描いたヘレニズム機のモザイクも残る。建物は4世紀の地震で損壊している。テセウスの家、編集2世紀に建造、7世紀まで使われた。部屋数が100を超える大規模な建物であるため、キプロスの行政官が暮らした邸宅だったと考えられている。テセウスとミノタウロス、ポセイドンとアンピトリで、ウブユを使うアキレウスのモザイクがある。オルフェウスの家、 編集、ディオニュソスの家に似た、グレコローマン期の邸宅で、2世紀後半から3世紀前半にかけて建造された、獣たちに囲まれたオルフェウスをはじめ、ヘラクレスとネメアのライオン、馬に乗るアマゾーンのモザイクがある、アイオンの家、編集部分的に発掘が行われているが、4世紀中頃の作とされるモザイクがすでに見つかっており、ディオニュソスの誕生から、 レナと白鳥、カシオペアとネレーデス、アポロンとマルジュアス、ディオーニュソスの勝利などが描かれている。サランダ・コロネス、編集詳細は、サランダ・コロネスを参照7世紀にパフォスコート・ネア・パフォスを防御するために建てられたビサンティン様式の城塞。サランダ・コロネスとは40本の柱の位である、1223年、地震で崩壊したパフォス城、編集詳細は、 パフォス城を参照13世紀、フランク人がさらんだコロネスの代わりとして、パフォス港西側に建設した城塞。1373年に、ジェノバ人が改築を行った。建設当初にあった2つの塔は15世紀末に、片方が地震のため崩壊。もう一方は、16世紀に、ベネツィア人が爆破している。現在のパフォース城の姿は、オスマン帝国による、 修復後のものである。オスマン帝世紀には内部に監獄やモスクが作られた。城の上部には狭間強壁があり、大砲が据えられていた。イギリスの支配下では塩を収める倉庫として使われた。1935年、パフォス城は歴史的建造物として認められ、キプロス政府によって修復保護されている。アギア・キリアキ・キクリソポリティッサ教会。 編集4世紀に創建された教会で、かつては大規模なバシリカがあった。11世紀、16世紀にそれぞれ別の教会が、この場所に建てられた。現在は、英国国教会の聖堂となっているが、それ以前の教会の遺構も残されている。聖パウロの柱があることでも知られる。パフォスのアプロディテ神殿を描いた、カラカラ帝のコインクークリアは、 かつてパレオパフォスがあった場所に位置するパフォス近郊の村、ペトラトロミューを含む22.9ヘクタールが対象地域となっている。紀元前12世紀、この地に法上神を祀る神殿が建設された。この神殿では、円錐形の成績が神の力を表す偶像として祀られていた。ニコクレス王によるネアパフォスへの戦闘の後も、パレオパフォスはアプロディテ数拝の聖地として、また、 ローマ時代には、どうかの鋳造所として栄えた。この時代のコインには、パフォスのアプロディテ神殿を図案としたものもある。なお、4世紀に、キプロスが、キリスト教家されると法上が未数拝は姿を消した。クークリアのアプロディテ神殿遺跡は、南側に位置する、青銅器時代後期の第一サンクチアアリと、北側に位置する1世紀末から2世紀初頭にかけての、第二サンクチュアリからなる。 第一サンクチュアリは、石灰岩を積んで作られた巨大な壁で囲まれた聖域があり、円錐形の聖石を中央に祀った祭壇も設けられていた。ローマ期の神殿である第二サンクチュアリにおいてもこの聖石崇拝は行われた。1950年代以降、本格的な遺跡調査が行われている。クークリアの考古学博物館には、村の周辺で見つかった。 発掘物が展示されている。レダの家。編集2世紀の建物で、食堂部分のみが現存。レダと白鳥を描いたモザイクがあり、オリジナルは、クークリア考古学博物館に展示されている。通称、王家の墓。紀元前3世紀に建てられた32.7ヘクタールの広さを持つ、地下墓地である、道リア式の柱を持つ、中世にはこの墓地を住居とするものが現れ、 19世紀には洞窟の被害にもあっている。20世紀になって本格的な調査が始まった。実際には王母ではなく上級官僚を務めた人物とその家族の墓ではないかと考えられている。1979年国際記念物遺跡会議の調査が行われた。ホメロスのオデュッセイアなど様々な書物で研究され、 アプロディテ数杯に直結した神殿都市の普遍的な重要性及び文化的価値が高く評価された。同時に、ペトラ・トロミウやカト・パホスについては、パホスの急速な観光地下からの保護が必要とされた。1980年に正式登録。2004年の報告によれば、パホスの遺産保護の状況は、キプロス国外の専門研究機関の協力もあり、概ね良好とされている。 2004年には年間で626,923人の入場者があった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。市街地の南東約9キロメートルにキプロス第二の規模のパフォース国際空港があり、格安航空やチャーター便を中心に欧州やロシアとの間を結んでいる。鉄道はなく、 都市間及び市内の公共交通を担うのはバスである。パフォス国際空港との間には、公共バスが運行されている。また、都市間の直通バスが、首都にコシア、リマソール、ラルナカなどとの間で運行されている。CF、イトーテルオ、パフォス、日本大百科全書キニラースについては、アドーニスの項も参照。A ブリーフヒストリカルオーバーベオブアギアキリアキー。 クリスパラティスアーカイブド2007年3月13日、アットザウェイバックマシン2007年6月4日閲覧、ククリアコミュニティペトラトーロミオー2007年6月4日閲覧、ミニストリーオブファイナンス、スタティスティカルサービスポピュレーションバイディストリクト2007年6月5日閲覧、ミニストリーオブファイナンス、デパートメントオブインフォメーションテクノロジーサービス、アバウトキプロス、 タウンズポピュレーション、パフォース2007年6月5日閲覧。デパートメント・オブ・アンティキティス・ネア・ペイホース2007年6月5日、閲覧。デパートメント・オブ・アンティキティス・ペイライパホース2007年6月5日、閲覧。デパートメント・オブ・アンティキティス・トゥームズ・オブ・ザ・キングス2007年6月5日、閲覧。ユネスコワールド・ヘリテッジ・センター・ピリアディック・レポーティング、2007年6月4日閲覧。 ありがとうございます。